どうもみなさん、こんばんは。おは、オファーこんばんにちは。がな。えー、今日は NBA2K モバイルのスペシャル実況バトルをやっていきますんで、よろしくお願いいたします。えー、実況は私、チョモランマ・たけしがお送りいたします。どうぞよろしくお願いいたします。えー、今日はバックス対、えー、キングキングスじゃない、キングスじゃないよ。 レブロンが出てきたらキングをっちゃうじゃない。バックス対、えー、ニュージャージーネッツ。ネッツじゃねえよバカヤロ。ブルックリンネッツだバカ野郎、えー、ネッツの戦いでお送りいたします。よろしくお願いします。えー、まずバックスのボール、えー、センターハイ、はい、コートからおっといきなり、なんとジョン・ストックトンがいきなりターンのーバ,ーバックコートバイオレーションって。おい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 ,おい、ジョン・ストックトンは一番バイオレーションと遠いほど遠い。 ターーーンオーバーしなない選手なんだよそんなのはジョン・ストックトンじゃねえよ。あれは偽物だ。ただの白人のおっさんだ。ジョン・ストックトンじゃねえよ。さすがに、えー、ブレブロンに渡してレブロンから、えー、バーグリージ・ジュニアジにジュニアじゃニーズ戦に渡して、えー、トップの1また戻してレブロンにまた戻す。レブロンが、えー、下で。 シ、えージャ j マッカラムへパースシージャマッカラムのミドルが決まるまずはブルックリンネッツが先制していきますブルックリンネッツの2得点、えー、2得点で先制して、えー、試合が変わっていきます、えー、続いてバックスバックスがアデトクンポがボールを運びアデトクンポからおっとここでアキレスキを怪我しているジュラントがなぜかバックスに乱入している、えー、そんな、えー、ジュラントからアデトクンポに渡したアデトクンポがワンオン n ンインサイド あここはビル・ラッセル、レジェンドプレイヤーが決めていきます。これで2対2の同点。続いて、ニュージャージー。ニュージャージーじゃねえよ。ブルックリネッツの、えー、おへそ。おっと、これでスティールターンのオープンされてしまいます。速攻を出すか速攻は出せないが、えー、デュエイン・ウェイド、えー。引退間もないデュエイン・ウェイドのスティールが炸裂しております。そのウェイドから、スクリーンを読んで、クンポに渡す。クンポのインサイド、1ン,ンか振り向きざま。これはちょっと無理があるかフェイダーウェイ気味のシュートは落ちます。 バグリーズス参が、ルーパン賛成じゃございませんよ、えー。若手の選手がボールを運んで、ウエストブルック、ウエストブルック、ワンオンは仕掛けるかちょっと厳しいかウィングから、ちょっと無理なシュート。えー、これが落ちて、またリバウンド、ジョン・ストクトン。あ、偽物、偽物の白人のおっさんが、えー、アウトサイド出して、スリーポイント。おっと、これが復帰して間もない。ルエン・ウェイドがスリーポイントを決め、これで5対2と、ミルウォーキー・バックスがリードを広げていく。負けられないブルックリネツ。トップの位置から、 再びレブロンに渡す。これは見物だ。レブロンとデュランドのマッチアップ。1対1からアウトサイド出して。おーっとこれもスイール。おっと危ない。ここで、えー、インサイドオラジュワン、えー。レジェンドプレイヤーが決めていきます。これで、えー、1点2点回して、えー、5対4と1点,1点差で、えー、詰め寄って、えー、最後のオフェンスになるか残り4秒。残り4秒。クンポがトップの位置から7四十5度から、えー、これが落として前半終了です。えー、前半は え4対5、バ、えー、ックスが1点リードで折り返しております。はいでは、えー、白熱の試合、前半戦が終わって、続いては後半戦、えー、再び実況の方をやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。えー、得点はバックスが1点リード5対4で、えー、負けられない戦い、ブルックリン・ネッツがまずはボールを運ぶ、バグレー賛成からマッカラムに渡す、マッカラム側を仕掛けるか。 オラジマンに渡すオラジマンとビルラッセルのこれもレジェンド対決11ンンはオットリバウンドとってチップオット止まっオ、えーえ今一瞬静止したと思いましたが、えー、オラジマン選手がビルラッセルとの11ンンンを接して1点返してこれでブルックリンネッツが逆転5対6えストタトップの位置からジョン・ストックトンからビルラッセルに再び渡す再びリベンジを渡すかビルラッセルとオラジマンのパスを出すトップの位置からクンポクンポがワン,オン 流れながら、おぉ、ビル・ラッセルがインサイド、えー、ノーマークになっておりました、えー、見事決めて、これで7対6とシーソーゲーム、えー、残り1分13秒、ブルックリン・ネッツのオフェンス、7対6、もう1点返していきたいバグリー・三ンから、おっと、タイトルから、えー、レブロン・ジュームズのスリーが決まって、これで7対9と、ブルックリン・ネッツが一歩リード、残り一歩を切ってきた、これはでかいシュート、再びジョン・ストックトンが、クンポトのワンオンオンから、 この,シュートあこのシュートを決めてきたということは、もう多分おそらくジョン・ストックトンでしょう、えー。名の知らぬ白人のおっさんと言いましたが、あのシュートを決めるということはジョン・ストックトンで間違いないようです。失礼いたしました。えー、再びブルックリネッツのオフェンス、CJ マッカラグが1ンワ1から、えー、トップのウエストブルックフリーで放つが、これは押してしまう、えー、ミルウォーキーの大チャンス、9対9の同点から残り35秒、ジョン・ストックトンが運び、絶対的バックスのエース。 クンポに渡してクンポからまたジョン・クトクトンおっとこぼれるが、えー、クンポがさらにおしゃれなパスでビル・ラッセルがノーマークで2ーポイントを決めてこれで11対9残り23秒ブルックリン・ネッツこれは絶対点を返しておきたい残り最後のオフェンスになるかおっと、えー、マッカラムがかわしてシュート放ちますがこれ落ちてしまいます おっと、残り10秒。これは絶対に必死のオフェンス、必死のオフェンス止めなければいけない。ドウェイン・ウェイドとマッカラムのマッチアップ、これは見物だ。おっと、マッカラム、止まってても意味ないと最後だ、最後、奪いに行け。お前、お前、これで試合終わっちゃったら、お前、お前、何やってんだよ。ということで、注目の一戦、ネッツ対バックスは、9対11でバックスが、見事勝利を収めました。ご視聴ありがとうございました。それでは、失礼いたします。